はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。今日は何の話かというと、ウーダループについてです。ウーダループという意思決定と実行マネジメントのフレームをご紹介して、そこからどういうふうに使うかを戦略の実行、戦略の立案と実行に当てはめて、 え、ウーダループについて掘り下げて皆さんと一緒に考えていければと思います。え、ウーダループ、後ほどご紹介しますが、すごく汎用的に使えるフレームなんですね。ぜひ、このこれからの内容も参考に皆さんご自身のお仕事で何か少しでも役に立てればなと思っています。え、それでは最後までぜひお聞きください。よろしくお願いします。はい。え、今日のテーマ取り上げるのはウーダループです。皆さん、ウーダループご存知でしょうか で、ウーダーループというのは、一言で言うと、組織での意思決定と実行のマネジメントなんですよね。で、ウーダーループ4つの頭文字、OODA と書きますが、それぞれ、あの、4つ A 単語からできています。じゃ、ウーダーループ4つ何かというと、1つ目の O が Observe で観察です。で、2つ目の O というのが Orient。これは状況判断。で、D は Decide で意思決定です。 で最後4つ目のアクトというのは実行なんですね。なので、ウーダループ、4つつなげて言うと、まず観察をして、そこから状況判断をする。そして、意思決定をして実行に移していく。まあ、このループをぐるぐる回すというのがウーダループのポイントになります。じゃあ、ウーダループ、具体的にどのように使ったらいいでしょうか。例えば、ウーダループを 戦略を作って実行していくプロセスに当てはめてみましょう。まず1つ目のオブザーブ、観察ですよね。観察というのは戦略でいうと市場環境の変化を常に観察していく、まあ、外部環境ですね、マーケットの動き、その中の顧客、B2C であれば消費者ですし、B2B であれば企業の動向、顧客ニーズ、そして競合,競合だとかベンダー、あるいは新規参入の可能性。 代替するソリューションは何かといったようなまず自分たちが置かれている環境を観察をしていきます ODA のウーダの2つ目の O というのはオリエントでしたね状況判断ですでここからここで何をするかというと観察したそのファクトから自分たちの,そのビジネスの環境か、まあ、状況でどんな意味合いがあるかというのを解釈するんですねでここからはファクトをどう解釈するかという一、まあ、つこうレイヤーを上げる 段階に入っていきますで3つ目の D はディサイド意思決定ですで1つ前のオリエント状況判断から何をするかの意思決定をするんですねで戦略に当てはめるとここで戦略を作る解釈をしたことからの応用というふうにも見て取れますが戦略を立てて作って何をするかそして戦略で大事な何をやらないかを決めます。 で4つ目のアクト、これは実行ですが、戦略を戦術に落とし込んで実行していく、実行プランを作って実行していくというのがアクトになります。なので、ウーダーループを戦略,実行と戦略を作って実行までに当てはまると、外部環境、自分たちの状況を観察する、観察から何を意味するかの解釈を見いだして、そしてそれの判断をもとに意思決定をする、具体的には戦略を作って、これでいこうというマハラ決めをします。 そして、具体的な戦略の実行プランにまで落とし込んで、戦術にして、アクションに移し込んでいく。これがウーダループなんです。いかがでしょうウーダループ。なんとなくこうイメージが持てたでしょうかでウーダループ。じゃあこ、ここからはですね、もう少しあの理解を深めるために、えーっと、どういうポイントがあるかというのを、これは私の解釈がタブに入っているんですけれども、 うんとポイントをご紹介してもう少しウ d ループについて深めていきましょう u d、はい、ダループのポイント何があるかなというのを3つに絞ってご紹介して考えていきましょうウ d ループの1つ目のポイントは観察だけでは差別化にならないなんですねでこれはあの戦略の文脈から言っていることなんですがウ d ループの最初は観察でしたよねで あのもちろん観察はすごく大事です。ウーダループの初めに来ているように、観察した、まあ、ファクトですよね、外部環境における観察であったりだとか、そこには、えー、顧客の動向、えー、ニーズ、あるいは、えー、競合の動きといったような観察をして、まあ、自分たちの状況がどうなっているか、まあ、市場がどうなっているかというのを観察をしますで。ただし、観察というのはあくまでファクトなので、もちろんファクト情報だけでも、えー、と差はつけられる、ここで言っている差というのは、まあ、対競合に対してという。 ことを想定していますが差をつけられますすががその後が大事なんですよねつまりちょっと厳しい言い方をすると観察だけでは決定的な差別化要因にはならないんですよねでこれが2つ目のポイントにつながって観察からどういった解釈と応用するかがムーダループの肝であるというふうに考えます「ムーダループ OODA」o o と書きますが2つ目の「O」ですよね2つ目の「O」は「オリエント」でした この状況判断がすごくウーダーループを回すにあたって大事、肝に当たる部分ですで。これはどういうことかというと、観察からしたその観察で分かった情報だとかデータですよね。これは持っているだけでは宝の持ち腐れなんですよね。重要なのはそうしたリソース、情報だとかデータをどうやって活用するか、何に活用するかなんですね。でここで言っている活用というのは何かというと、 解釈です。ファクトから何を解釈をして、これが状況判断ですよね。そして、さらに重要なのは、どう使うか、もう応用していくかなんです。で応用というのは、ここで言うと、アクション、実行ですよね。戦略を作って実行にしていく。ここに当てはめる、観察からの解釈と応用がすごく大事になります。で戦略の文脈で言うと、戦略をするための基礎となる情報に対する意味合い。 これが状況判断までで、そこから戦略を作る。デ、え、ィ、ー、サイドに、ウーダーループでいうとディサイドに当たるんですけれども、ここで自分たちは何をや,やって、そして何をやらないかを決めて実行に移していきます。はい、ウーダーループのポイント3つ目ですねで。最後の A、アクトに当たる部分なんですが、実行をもうやり抜くですね。でえー、とウーダーループの3つ目。 O O と D までで決めたことをいかに実行に移していくかなんですよねで、戦略というのはうんと実行して初めて価値があると私は思っているんです逆に言うと実行されない戦略というのはどれだけこう、うん、綺麗にすごく交渉にできていたとしても実行されなければ絵に描いた餅なんですというのも戦略というのはあくまでその立てた時点では仮説なんですよね で仮説というのは仮の答えと書くようにあくまで最もらしい、それが一番現時点ではベストだろうと思うものの、やってみると本当にそれが正しいかというのはわからないんです。従って戦略の仮説を本当にそれが答えだったかという答え合わせをするためにも実行というのは、戦略を作ると実行というのはセットになっていかなければならないんです。でそうしたことも考えると、ウーダー、ループの最後の A ですよね。実行というのも大事になってきます。 でもう一つ、あのウーダーループというように、1、えー、回だけではないんですよね。こう何回もウーダーループを回していくことによって、よりあの意思決定と実行が強化されていきます。で戦略の文脈で言えば、戦略がどんどんこうアップデートされて、より磨かれていくんですよね。でウーダーループの A、実行、最後の A、実行から、次にループを回すということは、また実行した内容を観察をするんですね。 そして観察からまた状況判断をして意思決定をして次のアクションに回していくというループをぐるぐる回していきます。したがって実行をやり抜くというふうに言いましたが実行はやりっぱなしではいけないんです。実行したことを振り返りと学びそしてその教訓は何か教訓を次に生かしていくこれがつまりウーダーループ で当てはめると2周目のウーダループ次のウーダループに回っていくという意味合いなのでこう実行をやり抜いて次に回していくというのもウーダループのポイントになりますはいというわけでそろそろクロージングです今回はウーダループ <laughs> と戦略に当てはめてお話をしてきましたいかがだったでしょうウーダループあの先ほども最初にお話をしたようにすごく汎用的なプロセスなんですよね 組織の意思決定と実行マネジメントなんですけれども、今の今回のような戦略にも当てはめることができますし、マーケティングとか、あるいはセールス活動にも使えると思います。また個人のレベルでも、例えば働き方だとか、自分のキャリアをどう作っていくかというのも、ウーダループに当てはめてみると、示唆、気づきが得られると思います。最後に簡単に今回の内容をまとめておきますね。 でウダループというのは、えー、組織の意思決定と実行マネジメントで、観察、状況判断、意思決定、実行のループをぐるぐる回します。でウダループを戦略に当てはめると、えー、観察というのは、マーケットの変化だとか、まあ、顧客、顧客ニーズ、競合の動きといったようなファクトを観察しますで。その観察したファクトから、自分たちのとってどんな意味合いがあるか、自分たちのビジネスの文脈での意味合いを解釈をして、 そこから意思決定をします。戦略でいうと戦略を作るですねで。最後の A では戦略を戦術に落とし込んで実行していく。このループをぐるぐる回します。で裏ループのポイントというのは3つご紹介をして1つ目というのは観察は大事なんだけれども観察だけでは差別化要因にならない2つ目はそこからの解釈と応用が肝でどんなこうファクトからどんな解釈をして自分たちのアクションにつなげていくか。 3つ目はスピード感を持って実行をやり抜く。そしてウーダーループというように次のループに回していく。実行をやりっぱなしではなくて振り返りと学びから教訓を得て次に活かしていくという,こうループを回していくことが大事になります。はい。今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました。このチャンネルでは毎日更新をしています。次回もぜひ聞いてみてください。 また他にもコンテンツがあるので、ぜひご覧になってみてください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。